背番号14、大瀬良大地。シーズンオフにプロ入り後2度目となる右肘手術を行い迎えた2024年、プロ11年目にかける思いを直撃です。ここまで調整順調に来てるんでしょうか。そうですね、肘の具合もそうですし、全体的な投球においての、なんていうんですか、ここまでの動きとかっていうのも順調に来てますし、実戦に入っていくので、そこでもいい結果が出せるように、もっといい準備をしたいなと思います。徐々にピッチングの強度を上げながら臨んだ2月のキャンプ。そこには手術明けから着実に開幕へ照準を合わせる大瀬良の姿がありました。あとはその一つ一つの精度っていうのは、まだまだこれからなので、あまり気にせずに、もう本当に体のことを一番に考えて投げました。まずは無事にマウンドを降りることができたので、ほっとしています。過去2年自身が望むようなコンディションでシーズンを戦うことができなかった大瀬良。不本意になった昨シーズンをこう振り返ります。シーズン始まるまでぐらいは、まだまだこういうスピードだったり、ボールの強さを、磨いて、伸びしろがあるんだと、そういうふうにこう感じるような時期ではあったんですけど、コンディション含めシーズンの戦い方っていうところでうまくいかないところが、いくつもあって、良かったパフォーマンスを維持できなかったっていうところが、すごくこう、課題というか、今後に生かしていかなきゃいけない部分だったのかなと。万全の状態でシーズンに臨むべく、大瀬良は去年10月に右肘を手術。利き腕にメスを入れるのはプロ入り後2度目のことでした。昨年のシーズンみたいに体が思うように動いてくれないもどかしさとか、結果に結びついていかないもどかしさみたいなものが取り除かれるっていうところへのこう安心材料みたいな形で捉えてたので、そのオペ自体に関しては全くそのネガティブな気持ちは一切なかったですね。迎えた2月のキャンプ。日南では当初一人別メニューでの調整を続けました。投げることに関して、まだあの時期はこう少しずつこう制限がかかりながらの状況だったので、トレーニング含め投げることができない時間を、よりこうそういったフィジカルのトレーニングの時間に当ててやっていこうというふうな話の中で取り組んでて、毎日目的を持ってグラウンドに行って達成して宿舎に帰るっていう、そういったものを全て明確にして過ごしてた日々でしたね。自らの体を追い込む過酷なトレーニング。そこには自身のためだけではない大瀬良らしいある意図がありました。トレーニングにしてもランニングにしても、本当にこう 100% しっかり出し切って一日を終えるっていう、そういう姿勢をまた、見つめ直してやっていこうっていうふうな思いもあったんで、それをこう横目に若い子たちも見てくれてたら、彼らが僕の年になった時に、大地さんあんだけ追い込んでたなとかって思うと、またこう彼らの練習の質が上がっていったりすればいいなと、そういったところもちょっと考えながら、やってましたね。全てはチームのために。実戦形式でも順調な仕上がりを見せた大瀬良は、再び柱として先発ローテーションを支えるべく、強い決意を胸にシーズンへ臨みます。まずは1年間ローテーションを守り抜きたいなっていうふうに、僕の中では思ってます。昨年は借金をして僕自身は終わってしまったんで、一つでも多く勝ちを積み重ねて、とにかくリーグ優勝、日本一に向けてしっかりと力になりたいなと思ってます。